さあ、いろいろ思い出残せるんだし、楽しいじゃんってシンプルに思っちゃったのが沼にはまった一つの原因ですし、それをつかむようにしてっていうのでこういうシチュエーションになりました。くるみ、さくら、さき、カレン、マイ、イグレ、たこ焼きレインボー、バレーボールディグ、V ディグ大発会。今回のゲストはサントリーサンバースから畑康介選手、そしてパナソニックパンサーズから大竹一成選手が登場。この2人を迎えて行う今回の企画は、 V リーガーが好きなもの食べながらトークしてみた。今回は YouTube で人気の企画に挑戦。2人がこれなら永遠に食べられるというお寿司と枝豆をたっぷり用意。さらにボックスから引いたキーワードに合わせてトークをしていきます。前回は釣りというキーワードで畑選手が大ハッスル。待たないっす、攻める釣りです。ブラックパスはロマンなんです。釣りに対するロマンを熱く熱く語ってくれました。さて、続いてのキーワードはゲームです。ゲーム、これ聞いちゃいました。 V リーガーのお二人にぜひやってみてほしいゲームがあるのでご用意しました。そのゲームがこちらです。スパイクバレーボール。なんだこれ、なんだろう、ご存知ではないですか。はい、わかんないです。前田アナが用意したのはスパイクバレーボールというゲームソフト。モーションキャプチャーで実際の選手の動きをリアルに再現。簡単な操作で誰でもバレーボールが楽しめるシミュレーションゲームです。勝った方にはご褒美として大トロのお寿司をプレゼントします。よっ、食べたい。枝豆より大トロ。ここに第1回 V リーグ杯大トロ争奪戦が開幕。全32カ国のオリジナルチームの中から畑選手は青いユニフォームのロシア、大竹選手は赤いユニフォームのポーランドを選択。取ってなかったの、いよいよ始まります。スタートゲーム、レシーブ、はいはい、よっしゃ、ブロックブロックブロック、え、どうだった、どうだった、何があった、やった、何が起きたかわからん。リプレイです。これさ、とんでないブロックに当たるか、えげつない角度だったね。弱っ。スーパースパイク、スーパースパイク、いや、これすごいノーマーク、こいつ、おい、いいブロックじゃない、いいブロックしてんな。そこじゃない。バレーボール選手としてこのゲームどうですか。難しいですけど、動き綺麗ですね。想像もしない動きをちゃんとしてくれてます。ちゃんとしてくれる。お笑い分かってるね。そうそうそう、しっかりやられたら両手でこうやるって。忠実。ここから大竹選手が連続得点、畑選手に大差をつけてマッチポイントに。大トロポイントもらえます。これは残り1点です。さらば枝豆。さあ、ここで食い下がれるか畑選手。おいしゃー、押し上げた、どこどこどこ、おや、はい、つなぎだよ、つなぎ。なかなか大トロまでいけませんね。さあ、いきます。9対5。そうで、オートスパイク決めます。何これ、もう一回オートスパイク決めます。よっしゃ、大竹選手10ポイント獲得です。ありがとうございます。それでは勝利の大トロ、大竹選手どうぞ。いただきます。大トロのピンクがすごい輝いてます。さす
かしい食レポするだろうな。いやうまいっすね。大トロって感じがもう口の中にバーンっていって、入れた瞬間にもううまみがバーンって広がってきますね。やっぱ大トロはマグロの王様です。あ、美味しすぎて頭悪くなっていい意味で。続いての話題に参りましょう。お、アイドル。お、アイドル出ました。畑さん、お好きなアイドルいますか？興味ないです。多かった。ちょっと食い気味でしたけど、大竹選手、アイドルお好きですか？めちゃめちゃ大好きです。ちょっと持ってきていいですか？はい、お願いします。ちょっとアイドルって聞いたらもう黙ってられない。お、待ってください。何を持ってくるんだろうか。なんか服垂れ下がってきましたけど何が出てくるんでしょうか。ちょっと怖いですね。怖い。うわー、うわー、きた。なんですかそれは。推しメンの誕生日の時の記念グッズ。ほー、これはタコトラちゃん人形っていうかわいい人形です。そのチームの名前は、たこ焼きレインボーっていう桃色クローバー Z さんの妹分。大竹選手が大好きなアイドルがたこ焼きレインボー、通称たこにじ。2012年に結成、メンバー全員関西出身というコテコテの関西人5人組。大竹選手がそんなたこにじにハマったきっかけは、その桃色クローバーさん Z さんのライブに行った時に、ももクロさんのライブの前に外で外周ライブってのやってて、その時に CD の販売イベントをいろんなとこでやってますって言ってて、で僕ちょうどもう大阪に来てたんで、じゃあ大阪であるし大阪なら暇やし行ってみようかなと思って、まあ2019年の2月26日に蔦屋水橋があるんですけど、そこでの最初のイベント行ったら、まあその時にもう沼ハマりましたね。すごい具体的な話をしてくださいましたが。そうですね、情報量多めで。あ、多めですね、はい、本当にその時に初めてアイドルの方々と握手っていうのをしたり、あとは写真とか撮ったりしたんですけど、そこで話してみたらまあ普通に面白いし、こんな話したり写真撮ったりいろいろ思い出残せるのって楽しいじゃんってシンプルに思っちゃったのが沼にはまった一つの原因です。ちなみにあのお写真、はい、お持ちですか？あ、持ってます。僕が一番写真撮って嬉しかったし、そのイベント自体が僕の中で過去一にもう神レベルだなって思う。神レベル、はい、イベントがあったんですよ。まあ、まずコスケ。え、なにこれ。え、これは嬉しいわ。嬉しい？ね、いいっしょ。カメラにその写真をなんかもう間近に見せてあげてもいいですか？ちょっとテロップ出してほしい。クソオタクが映るのでお気をつけくださ い。こんな感じです。これ撮ったのが豊島園っていう閉園しちゃった東京の遊園地だったんですけど、100年以上ある歴史のあるエルザラドっていうメリーゴーランドの前で撮るっていう話になってて、じゃあ何がいいかなって僕考えた結果、こうやって遊園地で一緒に行くよっていう感じで手差し伸べて、それを掴むようにしてっていうのでこういうシチュエーションになりました。それはあの大竹選手がこうしてほしいってリクエストですか？はい、そうです。幸せですね。ちなみにその推しメンっていうのはどなたなんですか？黄色担当の清井咲さんっていう。その T シャツも清井咲さんの。はい、2年前ぐらいの誕生日の T シャツです。いい感じにクタクタですね。普通に家でももう良すぎて寝巻きとかでも着ちゃってるぐらいめっちゃいい T シャツすぎて、週に 1,2 回は着てます。結構な頻度で。じゃあ着るとこう思い浮かべるんですか？そうですね。あ、いやこの時いろいろあったな、楽しかったなっていうのが頭の中に浮かんできました。あとは衛星に持って行ったりたまにしてました。はあ、難しいですよね。難しい。常人では難しいです。しかし2021年5月タコニジのメンバー全員が卒業を発表。現在は個人での活動がメインとなり、グループは休止状態に。いやもう本当に衝撃はすごかったですね。配信ライブを見てたんですけど、なんかそんな雰囲気がちょっと出てるなみたいなのをちょっと前々から感じてたんですよ、そのライブ配信を見ながら。でまあ
なんか5人並んで急に改まって卒業しますって言って、はってなったのが一番最初です。いや、これはちょっと難しい気持ちになりましたよね。本当に一つ押してたものが一旦なくなるって考えると、まあすごく心境的にどう保っていいか分かんなくなりました。清江さんって今何やられてるんですか？はい、各々で舞台に出てたりとか、そういう女優業をしたりとか、次に向けての活動っていうのをまあ一つ一つやってってると思います。まあ、僕らも本当にその時ほど会う機会とかそういう見る機会っていうのは減ってしまったんですけど、まあそれに向けて準備してるんじゃないかなと思ってます。本当にそのまま5人で卒業してまた5人で帰ってくるよっていうのをファンの方々にまあそう残してくれたんで、まあ僕はそれを信じています。ここでおせっかいな前田アナからこんな提案が。もしかしたら清井さんが見てくれてるかもしれないです。ああ、そうですね。ちょっと清井さんにメッセージありますか？はい。シャキッとしとけ、シャキッ。よし。まあ卒業と聞いた時はすごく寂しい気持ちにもなりましたし、まあ本当にまだ押して2年程度ぐらいですけど、本当に行ってたイベント全て楽しかったですし、 EX 凧焼きレインボーの次の目標が決まったらまたファンの皆さん、まあ僕も含めてですけど、楽しませていただきたいですし、またイベントにも行きたいと思うので、これからも応援し続けたいと思います。なのでお互い新しい夢に向かって頑張りましょう。すごく感動しました、うん、本当ですか？はい。最後はアイドルライブの定番コールでタコニシへ愛を伝えましょう。オーバーチュアっていうのがあるんですけど、オーバーチュア登場する前に流れる曲で、それが終わったらタコギリンボが登場する、それをじゃあちょっとやってみますか？はい、ぜひお願いします。手拍子を、まあ、本当だったら曲流れるんですけど、こうやって、はい、10回バーンって流れで、10回やったら毎度大きに、毎度大きに、毎度大きにで、くるみ、さくら、さき、かれん、まい、いくで、たこ焼き、レインボー、レインボー、レインボーで行きましょう。はい、わかりました。ライトとかはいらない。あるならばちょっと臨場感出ますね。おって振る、おそうそうそう、そんぐらい打っちゃった。ちょっと強めに、うおおしゃかしゃか言うな。黄色、僕の推しカラーです、ね、推しカラー、はい、清井さんのカラー推しに届くように。サキティ頑張るよ、お願いします。毎度大きに、くるみ、さくら、さき、かれん、マイ、イグレ、たこ焼きレインボー。どうでしょうか、届きましたかね？激アツですね。激アツ。Vリグ、今回のVリグ終了のお時間です。お腹いっぱいです。お腹いっぱい。いや、もう本当にとても楽しい時間を過ごさせていただきましたね。もう本当に大竹一世っていうのは、まあ8割方は見せれたんじゃないかなと思います。おー、あの枝豆、はい、全く最初の量と変わってない気がするんですけども、結構食べてます。1ヶ月ぐらい食べない。最後は全員で V リグポーズでお別れしましょう。せーの、 V リグ。次回の V リグは今6歩です。6歩、はい、ちょっと真似してみようって思って。そうなんですね。ギネス狙おうかなと思って。でも聞いててゾッとしますよ。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V ディグ。